みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今回も長野県伊那市観光協会様とのコラボ動画お届けします。第2弾です。高遠町といえば石仏。第1弾では石仏をたっぷりご紹介したんですが、今回はもう一つの名物桜をお届けします。満開の季節に撮影してきました。高遠町の桜は天下第一の桜と称されて世界からも注目されているんです。まずはこの遠くに見えてる山桜も素敵なんですけれども、一番の名所高遠城址公園に参ります。入り口こんな感じ、もう綺麗ね。はい、タラーン。続いては高遠城址公園に来ました。こちらは見てください、見渡す限りの桜。ちょうど今日収録4月6日なんですけども、まあ、3日前ぐらいに満開を迎えまして、今散り始めたところでございます。ひなりひなりの1500本もの桜を皆さんにお届けします。すごい綺麗。わーすごい。あーもう桜の屋根が、あー舞ってる。ほらもう視界いっぱいの桜よ、すごい。この1500本も植えられている桜の起源は江戸時代に遡ります。高遠若瀬や武田信玄を治めていて、織田信長に攻め落とされて、その後江戸時代には3つの武家、保科、鳥居、内藤家が守りました。ただ江戸時代が終わった1872年に廃城、お城として使われなくなっちゃったんですね。そのお城の跡地がこの高遠城址公園です。その高遠城には桜の馬場という大きな桜の木がある馬の訓練場があったんです。お城がなくなってから数年後、荒れたままになっていた高遠城の跡を何とかしようと、旧藩士たちが桜の馬場の桜をこの城跡に移植したのが高遠城址公園の桜の始まりです。なので今140年前の明治初期に植えられたものが約10本、50年以上の樹齢のものが約1000本もあるんです。これ知ってから見るとさらに桜ありがたく感じません？はい、で今回も半田カメラさんに素敵に写真撮っていただきました。こちらです。綺麗。でこの池に浮かぶ桜の花びらのね、花いかだってやつね、綺麗だったんでちょっとウォーキングしてみました。はい、桜の花びらキャッチなんかもできたりして。桜祭りという桜が開花している時期だけ行われるお祭りですね。はい、この辺もいい匂いが漂ってましたよ。揚げまんじゅう美味しそう。高遠揚げまんじゅう。お花見シーズン、グルメもたくさん出てますね、屋台も。あ、まあ桜ね。桜で映らないっていうありがたい事態。イエーイ。3人で楽しんでます。おー、すごい。見渡す限り。桜。高遠城址公園の桜祭りの開催時期は桜の開花状況で変動するので、詳しくは観光協会のホームページご覧くださいませ。そしてすごいいいお土産物も見つけちゃったんですよ。高遠焼き、わ、綺麗。ピンク色から素敵な緑まで。へー、高遠焼きってもどれぐらいの歴史があるんですか？200年ちょっとですね。おー、すごい。やっぱこのカラーが特徴なんですね。そうですね、昔からの色は緑の方になります。へー、すごい綺麗な緑ですね。そうですね、ピンクは桜の名所なんで、はい、桜色でここで研究して出してる。へー、あ、そうなんですね、素敵。いやー、この売り物の中にまた花びらっていうのもいいですね。そうですね、皆さん綺麗とか言って。綺麗。このお城へ水を引くために土管を焼いたのが初めです。そうなんですね。こっちの奥の方の山から、はい、こう土管でここまで長い道のり水を引いてきたんです。土管を焼く技術で出来上がった着物だからですかね。この綺麗なこの輪っかが土管に見えてきました。こんななんかあれパステルカラーで可愛らしいですね。そうですね、白い薬の上にかけるんで綺麗な色、2色かかってるんで。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。
さらに散策を進めていたらとっても可愛いフォトスポットに出会ったのでもちろん一緒に写真撮りました。高遠意識研究センターの熊谷先生と仏のポーズです。ナムで、さらにこんな催しもあったんですよ。石仏総選挙。これね、高遠の石仏たくさん立候補していますよ。人気ナンバーワンを決めようじゃないかという投票企画です。見てください、この投票箱に投票ポスターちゃんと行政が作っているので結構ガチなんですよ。面白いですよね。スローガンも結構しっかり考えてあります。第2回石仏総選挙、投票期間は桜の咲き始めから咲き終わり頃までというね、まさに桜と石仏一丸となった企画でございますよ。ちゃんと投票してきました。うわー、いいですね。はー、これだけたくさん桜を眺めてきて、これ何の品種なのって気になってませんか。こちら高遠城址公園の桜は高遠コヒガン桜という固有種だけです。これは1960年に高遠のコヒガン桜樹林として長野県の天然記念物にも指定されました。あ、いやでも本当に綺麗な幹してますね。かっこいい。はあ、ね、ね、ちなみにこの高遠城を治めていた内藤家が江戸に構えていた屋敷の跡地が新宿御苑なんですよ。だから新宿御苑にもこの高遠コヒガン桜は植えられてるんです。どっちですか。あと新宿駅東南口を出たところに咲いている2本の桜も高遠コヒガン桜なんです。ほらよく見ると立て看板あるんですよ。おー、なるほど。太鼓櫓だってさっきのやつ。なるほど。ちょっと今雲が低くなってるから、はい、見えませんが、晴れてたら、はい、そうです、綺麗なのが中央アルプス。そう、中央アルプスだと思った。おー、すごい。へえ、あ、綺麗綺麗。はい、という形で高遠城址公園のお散歩でした。続いて2つ目の桜の名所へ移動しながらも、向こうにもいっぱい桜が見えていて綺麗なんですね、この季節の高遠は。高遠城址公園から徒歩10分の場所にある勝間薬師堂のしだれ桜を見に行きました。おー、すごいぜ。勝間薬師堂のしだれ桜ってみんなそう呼んでますね。勝間薬師堂のしだれ桜、風もすごい。大迫力です。しだれ桜薬師堂。この2本の大きなしだれ桜は樹齢140年を超えるんです。1603年にできた妙光寺というお寺が約300年後に廃寺となって、その境内の薬師堂のみが残された、それがこの勝間薬師堂です。中には行基作と伝わる薬師如来とか十二神将、十三仏、笑い閻魔が安置されてるらしいです。めっちゃ中見てみたいですけどもね。お堂の中は拝めませんでした。で、このしだれ桜は安政年間に勝間の里の人が植樹して140年の樹齢ということですね。ドドドドドーと下に落ちてくるような桜、こんな迫力満点のしだれ桜初めて見ました。すごい感動。石仏談義が始まっておりました。こういう石師、石の祠、高遠意識が各地に残したものの一つですね。で、中に、まあ、神様も仏様も両方祀った。ええ、そこね、真言宗のお寺って書いてあったんで、はい、神仏集合の証ですね。そうですね、そうですけれど、はい、この廃仏や廃庵になったところでも、ああいうのを見ると、うん、ここは2人の尼さんか3人が守ってきたんだなっていうようなことがね、わかるわけですね。ちなみにこのしだれ桜は高遠城址公園とは例年1週間ほど開花時期がずれるそうなので要注意してください。今年はなぜか同時に咲いてましたね。今日めちゃくちゃいいです。後ろの桜も。おー、行きたい。最高。最高です。最高です。行きましょう行きましょう。はい、尼
さんの一人だね。あ、ここを守ってきた海女さんのお坊さん、うん、お墓ですね、うん、お墓、お疲れ様です、ありがとうございます。海女さんの場合、あの子供がいないんで、亡くなっちゃうと次の人を探さなきゃいけないんで、はい、また静岡から来てくれたり、うーん、でこういうお堂の番をしてくれるんで、まあ、みんなで、はいはい、あのお米を持ってったり、お金を持ってったり。なるほど、そうやって守り継いできたんですね、はい、うわー、すごい桜の一面の景色。え、これですか、この中に。あ、こちらにいらっしゃいました。わあ、いい、最高のロケーションですか。うわー、可愛らしい如意輪観音様。晴れてればもっといいけど、ね。これは最高ですね。桜の背景を背負って、この如意輪様たまらないですね。あの如意輪観音、結構女性が亡くなった時にあの建立することが多いんですけれど、はい、おそらくここにこうした真言宗のお寺があって、うん、はい、おばあ様とかね、うん、あのお子さんとか女性が亡くなった ご家族がこの如意輪観音をどこかに、うん、あの祀ったんじゃないですかね、うん、それが移されてここに来てるような気がします。もうこういったものって本当にもう有名人じゃない誰かが生きてた誰かの願いの思いみたいな。そうですね、おそらくこれ、ね、この参道なんでもう少しあって他のものはなくなっちゃったけど、これだけは残ってるのかもしれませんね。なるほど、うん、まさかのこの桜との共演。だからサダジのようなそうしたあの本当の繊細な彫像じゃなくても、うん、こんなような素朴のものがこういうところにあってもね、うん、すごくいいですよね、うん、いいですね、うん、本当に。ここも、ああ、石仏がいっぱい、石塔、でれー、花文字かわいい、なんて書いて、すごい迫力、花の文字で花文字です、道祖神と書いてありますが、もう道のこのデザインが花なのか、ちょっと顔にも見えますよね。これ顔です、完全に口と目と鼻とで、こう神という字まで、すごくデザイン性の高い文字、花文字も高遠石区の作品です。かわいい。あ、すごいですね、人の肩までは余裕である、ある花文字です。かわいいですね、この石仏さん、ね、これなんかサダジのなんか匂いもする。これはあれか、光神様かな、本当だ、全部光神灯だ。この場所もいいですね、桜からの御神灯、そして撮る皆さん、見る皆さん。ということで、高遠の桜をたっぷりご紹介しました。ここ以外にもいろんな名所まだまだありますので、よかったら伊那市観光協会のホームページやパンフレットを確認してみてください。
これは本当に一生に一度は見てみるべきなんじゃないかなと思うぐらい感動しました。よかったら皆さんも行ってみてください。次回は石仏のライトアップをご紹介します。なんじゃそりゃですよね。はい、ぜひ見てください。ご覧いただきありがとうございました。ナームー。